が濃いですよね、うん、だからなんか他のなんかこうああいう風に今日のような牛丼にこう野菜とか混ぜて炒めても他の食材に負けないし、油の旨味がその他の全体をまとめてこう引き立つようなそんな感じがしました。牛肉が出ることはまずありませんので、子どもたちにとってしかもそれが和牛ということでかなりこう美味しい表情から美味しい気持ちが伝わってきました。もちろんあの生産者の方々のご苦労の思いですね。日頃からは安心安全な食材を提供してくださったことの感謝です。こういう状態でありますからね。子どもたちに実は直接なかなかできないんですけども、牛さん、牛肉を食べるようになって、さまざまな生産関係者、家庭の関係者の方々の応援になるような気持ちが育っていたら嬉しいなと感じております。新型コロナであまりお話がしちゃいけない。